ジョー・マケルダリー、ジョー・マケルダリー、ジョー・マケルダリーは、イギリス、タインウィア出身の歌手、モデル。2009年、イギリスのオーディション番組、X ファクター第6シーズンの勝者。デビューシングル、ザ・クライムは、UK、アイルランドシングルチャート両方で1位を記録した。タインウィアの、サウスシールズで生まれたジョーは幼い頃に両親が離婚。おじとおばに育てられた。 南カウンサイド大学、入ッする大学で舞台芸術を学んだ。2007年の X ファクターに応募し、オーディションを受けるが、他の参加者と比べてまだ若すぎると感じ自らリタイアした。2009年に再びオーディションを受け、ルーサー・バンドロスのダンス・ウィズ・マイ・ファーザーを歌い、その後決勝に進出。2009年12月13日に見事勝者となり、 サイモン・コーエルのレコードレーベルであるサイコと契約を結ぶ。デビューシングルはマイリー・サイラスのザ・クライムをカバーし、同月16日に発売され、UK ・アイルランドチャートで1位を獲得した。この際、UK クリスマスナンバーワンのザを狙ったが、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンのキリング・イン・ザ・ネームに阻止された。その後、ジョーのデビュー曲は UK チャート1位を記録し、 2010年のブリッドアワードにノミネートされた。また、2009年の X ファクター決勝進出者によるマイケル・ジャクソンのユー・アーナとアローンのカバーに参加し、UK チャート1位を記録した。2010年7月、ゲイであることを告白した。ありがとうございます。